こんにちは、プレコです。本日は9月16日月曜日、時刻は間もなく、13時30分ですかね。予告通りですね、赤ひれ100匹とエビを50匹、今回は大和の悩みですね、入れました。まあそのうちまたどっかへ隠れていくんだろうけど、今んとこカメラを回せばエビが映るという状態でございます。プレコっていうかポリプテルス育成日誌22日目になるのかな。ポリプテルスたちはポリプたちは、この時間は隠れてますね。昨日少しこのね、横のキューブ水槽から十数匹追加したんですけど、それも朝にはしっかりなくなってまして、彼彼女は今は、この水槽には生き餌がいないと思ってる。いた、セネガルスですね。はい、豊かが来ました。まあ電気ついてるとこいつは元気なんだよね早く大きくなれよ。まだねこの子が生き餌を食ってるのはちょっと見たことないんですよ。あと2匹のね、エンドリケリーさんの方は両方とも、静子さんとね、よしみさん、で特によしみさんは食いすぎでね、もうちょっと他のよしみさんより二回りぐらい大きくなって、この豊かよりは4回りぐらいの大きさになってね、体が太く長くなってるからね、ちょっと問題が起きないか心配してるぐらいで、とりあえず、餌は絶やさずね、エビが泳ぎ回るっていうのはこの水槽では珍しいんですよね。このエビも多分ね食われてます。静子さんなら十分食える大きさだと思います。ってことでね、君たち命ある間に頑張って苔掃除をしてほしいんだ、私は。頼むよで、生き物の命を粗末に扱ってしまうプレコでございました。ってことで金ペコは尻尾だけ見えてるか、生存確認まだ2匹できてませんけどね、今回はこんなとこで終わっておきます。皆様良い一日をっていうか、もう午後待ってるからね。はい、ではでは。